は。よいしょ。高尾さやかです。雨、今日は金曜日でびっくりしました。そう、13日の金曜日なのよ。なんかそう、13日の金曜日なんですよ。で13、なんかそう、しかも雨降ってるから、さらになんだかねさらになんだかね。あ、メール来た。え、Mステ、あ、え、Mステ、嘘、待って、私の大好きな、私の大好きなガンミダンス、今帰る、 AKB さん出られるって、私の大好きなそう、療養中の時にね、ツイッターにね、毎日一個ずつ上がってたやん、ガンミダンスっていう。動画が。それをずっと見てて、いいな、いいなと思ってて。ガンミダンスですよね、確かね。ガンミが、英語で、あ、そうそう、クラノーさんが私好きなんですよ。クラノーさん好きで、で、あ、ゆきりんさんが喋ってる、そうそう、クラノーさん好き。え、のびさん、のびさん、タワーありがとうありがとう、のびさん、ちょうどよきタイミング、そう、あと長野せりかさんも好きで面白いんですけど、チームエイトさん好きなんですよ。そうで、ね、ピアノさんね、もうそう、長野せりかさんもお顔も好きなんですけど、ダンスが好きで、クラナーさんのダンスめっちゃ好きで、ガンミダンスもねすごかった。あ、そうですね、坂口渚さんも好きですよ
茂木さん、あ、茂木しのぶさん好きです。茂木しのぶさん好きです。握手会行ってた、可愛いもん、可愛いし美人だし。からね、そうハマっててガンミダンスに。そしてね、ナナさんのねガンミダンスがね本当にねすごすぎて、私もなんか呼吸忘れてたもん。そう、めっちゃかっこよくて、なのに一番最後は可愛くてもうよくわからんかった。もうよくわからん、とりあえずすごいはぁーみたいな、すごいはぁーってなった。うんうん、めっちゃ見ましたよ、再生めっちゃ再生。ナナさんすごいなぁ。私はもうあんな感じにはなれないから頑張ろうって思いましたけど、見すぎて私あんまり動画見てもなんか覚えようとせんかったろうね、なんかあんまり見らんのやけ、なんか頭に入ってこんないけど。なんかもうだんだん頭に入ってきたよ。なんと頭に入ってきた。相当見た。相当見ないとこの現象にならない。なんか覚えとる。なんか覚えとる。レッスンの時はもう覚えるっていう頭で見てる。したら覚えれる。覚えるって頭と見るって頭がちょっと違う。やけんどっちも一緒の人すごいなと思う。時々おられるよね。どっちも一緒の人。多分、うん、メンバーおる。意識せんとなかなか難しい。なんか TikTok ね、昨日ね投稿されたやつも結構難しかったんですよ。なんかテイク4、そうなんかなんだっけてて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 てみたいな。意外とね覚えるの難しいんですけどね。そうなんか多分5分ぐらいで、5分ほんと10回ぐらい見て覚えて、テイク4、そうテイク4をしてなんかできたの。すごくない？すごくない？すごくない？なんかこういう時すごいなって思う。なんかなんだろう、アイドル、いやもう人間かもしれんけど、それそういう人間は覚えれるかもしれんけど、特化してる時は特化しとるかもしれん。
その覚える時沼にはまる時ある。結構ももちゃんが沼にはまってて、それのだけん、そうももちゃんのテイク4やけど桃がなんかそう結構沼にはまってて、なんかこのキュンするとこが絶対抜けてて、なんか足りないみたいな、なんか足りない、どこって言ってた。そうそう、だけもう沼に入っちゃったって言って言ってた。沼に入っちゃう。そう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 。可愛いんですよ。最初何かね抜けてて、一テンポなんかちょっと早くてなんか音が合わなくて、何が違う何が違うこれだみたいななってた。ありがとう。そうそう、一個抜けたらもうね全部ずれる。怖くない？でそれいつかなんか起きそうで怖いんよ。一個一個ずれてさ、なんか違うねってなったら怖くないって思う。しかもそういう時に限ってね本番なんよ。本番まで一回も間違えんところを本番になっていきなり間違える現象結構起きるね私。やだー、その現象やだ。そう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 、リハまで全然良かったのに急になんかこの現象の名前はね、なんだろう。初見ありがとう。高尾沙耶香です。お疲れ様です。公演とかですごい間違い、すごい間違いはないと思う。すごい間違いしたことあるっけ私。ちょっとの間違いはあったりする。なんかなんだろう、ポジションチェンジとかあったら、ハートすごいねポジションチェンジとかは結構難しいなと思ったりするけど、あでも、まあ、あるっちゃあるかもしれんけど、なぜか本番だけ間違うのとか、あ動けなくなるのは今のとこないですね。まあ今のところ大丈夫ですか。のびさんはあれかな、タワーのお誕生日やるか、おかえりタワーかな。あ、ありがとうございます。ケーキ祝いって読むのかな、確かね。ケーキ会計はいい。知っとるよ。知っとるよ。知っとるよ。
何？お誕生日？え、お誕生日？誕生日、私今日誕生日、あ、日曜日会えん楽しみにしてるね、ユリラン、ありがとう、待ってます、待ってます、待ってます。日曜日ってもうあと2日後、あさって。お誕生日おめでとう、素敵な1年&最推しの1年にしようね、イエイ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 、ユリロン、ちゃん、ではでは、のびさん、じゃん、こちら待っててくれてありがとう、開機祝いありがとう、これからも元気に頑張ります、ありがとね。なんかクマがいっぱい来てるかも。あれ更新します。あ、もうめちゃめちゃ元気だよー。へ？クマタワー？え？クマタワーなの？カッパAD さん、ありがとう。ありがとう。もしかしてカッパAD さん、会期祝い？マイセンさん、タコありがとう、シンさん、ノブさん、サトルンさん、ミヨミヨさん、ヒラリンハットさん、ワンタローマルさん、ツリケンさん、トットリタロウさん、ロックオンさん、イトキンさん、アオイさん、セイヤンさん、サトルンさん、ナリバーさん、大西くん、リンさん、カムカムさん、セイヤンさん、キュンポーズ、いや、今日なんかヌマッツさん、タイタンさん、トゥエールさん、カッパエリさんが、このペンギンもありがとう、ゼータンさん、ナオキさん、ツリケンさん、高尾炭治郎さん、オナピーさん、エイちゃん48さん、アカツキマンさん、アスコさん、アーツさん、シノさん、あ、これありがとう、ペンギン、あおちゃん、ゆうさん、ありがとう、
復帰おめでとう。ありがとう、ありがとうございます。リリーさん、今日はいっぱい食べた。ネバネバサラダとメロンパンと、あとあのおしゃれなパン。移動中だったからね。私チーズさあんま食べれないから、それしかなかったから。でも美味しそうと思って食べたら美味しかった、めっちゃ。お腹すいた。私もね、配信終わった後にご飯食べようと思って、なんか今んとこ多分お腹すいてるかもしれないけど、あまり食欲ないんだよね今んとこ。だから後で食べる。なんか食欲、お腹すいてる時にご飯食べたいから。え、ルーム追い出されるとかあるの？そんなことあるの？今のこのショールームの時代。配信終わったと言えますよ。 いや胃が小さくなった。そう、普段だったら倍ではないけど、もうちょっと食べれるよねっていう感じで、食欲はていうか胃がそうあまり入らなくなった。ですね。すぐお腹いっぱいになりますね。だけなんかあんま食べんとさらにそうなんだな。本当に小さくなっとるん、確かに分からん。あ、そうなんだ、アプリ落ちるんだ。いいですね、だんだんとちょっと大きくしていこうと思う。でもお腹いっぱいって嬉しいけどね。最近ショールーム重い。でも人間お腹8分目が一番いいって言いますけどね。その8分目がいつも難しいんだよな。てか食べててなんかもうちょっと食べれるって思っても、なんか時間経ったらもういいやって思ってるの、なんかすごい。私もいつもね10まで食べるんですよ。結構いっぱい、もう無理ってなるぐらい食べちゃうのいつも。でそう、あとでもう無理ってなんですけど、でもなんかその多分もうちょっと食べれると思って、なんか多分その時になんかあって
で時間経ったらあもういいやって思う。これが8分目なのか。私お腹膨れますね。何？イカ水っていうの？イカ水。もう食べれなくなるぐらい食べるのがもう私はもう多分一般的、私の中での一般的。そう8分目で止めたらね、後でちょうどいい。そうなんよ、それがね一番ちょうどいい食べ方なんだなって思う。でも8分目やったら後でお菓子食べてしまうし、結局お腹いっぱい食べようとする。なんかすることがなくなったら何食べようって考えてしまう時期ないですか？なんかそういう時期ある？なんかね、そう、そういう時期あるんですよ。なんかお昼ご飯食べてなんか知らんけど探してるの次のご飯。謎すぎる。だけんゼリーとか食べるんですけど、うん、さっき食べたのに。完食の習慣なのかな、もしかして。しかも私なんか後味を気にする人で、やばい今日お腹やばい。アバター当たった、すごい。てかそのアバターかわいい。なんかあの AKB さんみたいな衣装着てるアバターかわいい。最新のアバターかな。うん、さっぱりしたい。は、明日も雨じゃない？なんか雨続きそう。最新ってすごいね。ダンさん、ルックオンさん、ナオナオさん、ありがとう。そう、私結構気圧受けやすいから頭がね、そう締められてる感じになる外におったら。でもそれって小学生までの時はさ、なんか何が原因かわからないですよね。うん、低気圧やけん雨が降ってるからなんか頭がみたいななっても、なんか自分だけって思っとった。私偏頭痛、あのね、なんかね、偏頭痛、なんだろう、持ちですね。でもなんかひどい時と軽い時とかいろいろある。多分昔の方がひどかったかな、偏頭痛。私結構昔の方がね、なんかね弱いんですよね、ちょっと
本的にね体調はねあまりそう崩れないんだけど、なんだろう、大人になって、小学生までが弱かった。アイドルになって、いよいよ中学生ぐらいから強くなった、治ってきた。やっぱ体力とかあるのかな、全然大人じゃないね中学生は大人じゃない。いけんね小学生の時のそう記憶があんまりないんですよね、低学年の時とか。それは関係ないか、もうみんなない、あんまり みんななかった。え、ないですよね。だしだんだんと本当になくなっていくのよね。え、ある？私小学校の1年生とか何したか全然覚えてなくて、私昼休みとか何してたか全然覚えてないの。あ、なんか印象的なことがあったら覚えてるですよね。嫌なことは覚えてる。あと入学式の日覚えてる。なんかメダカの学校みたいなを書いた。で、私その時早く算数がしたくて、いつかなってずっと、ま、待ってたけど、なんか めっちゃ遅かった気がする。2学期とかぐらいだった気がする。なんかとりあえず算数は 1+1 や2をしたかった入学してメダカの学校、なんかメダカの学校はみたいな、なんかで、なんか絵描き歌みたいなやつしてたよ。え、それ覚えとる。謎。それ覚えてるのすごいよね。絵描き歌、え、絵描き歌じゃないかも間違った記憶 してるかな。私やば、やばやば。なんか本当に小学校であるよね、小学校の分かるクイズみたいな番組でありますよね今日見てて、それシマウマのたてがみ何色でしょうかみたいな。
白か黒か白黒かみたいなあって、それ見て、そういえばなんだろうと思って、そう、なんかシマウマってすごいイメージできるけど、確かにたてがみの色まで覚えてない。私も黒って思って、でも正解は白黒でした。柄と並行してたてがみも同じ色してた。だから、あ、だからたてがみっていう認識なかったんだってそう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 、確かに白もおかしいし、黒もなんか違うしと思って、ねえ、ほんとすごい問題、そこもしましまだった。そう、調べてみたらわかるけどね、ほんとにすごかった。だからかと、たてがみまでその柄と並行してるのってすごいな。シマウマって馬の仲間？え、だよね。なんか自然に溶け込みやすい、馴染みやすいからしましまらしい。隠れやすいんだって。でも自然って緑よね、隠れるんかななんか身を守るためになんか色とか違うの、なんか誰が決めたんやろうと思う。そうやって言われていますって言われて、へーってなるけど、なんか何、チーターは獲物を捕らえ得るために足が速いとかも。え、じゃあ獲物を取られるために足を速くしたのは誰とか思ってしまうのとか、なんかそれはその動物が生きていくためにそういう風に変わっていったの、変えていったのかみたいなことを考えてしまうよね。とか、なんか食べられないためになんか皮膚が厚いとか、変わっていくんだね。で、まあここら辺でいいだろうと思ったら、そこで、あ、筋トレと一緒？そんな風に頑張って筋トレみたいな感じなんか。あ、そう、カメレオンもなんか隠れるために体の色変わりようみたいな、なんかそう、みんな生き物によって違うから生きるために進化してるの。その進化が、私進えって思うの、進化できるのって。じゃあさ、人間もさ進化していくのかな。てか進化してるのか、人間も。だからこうやって残ってるのって言われえ、なんかなんかそう思ったらさ、なんかすごいよ
年かけて進化してるんだ。なんか何この世界結末今なんか結末か。いやいやいや大丈夫大丈夫進化してるねそうなんか恐竜とかもなんかトカゲとかあのなんかサンショウウオとか見たらえこれが大きくなったら恐竜みたいとか。思う。うん。鳥は恐竜の進化した形。進化したん。大きすぎて絶滅した。大きすぎてもダメなんだ。だからちっちゃくなって鳥になったんだ。だけん小さいトゲトゲだけ残ったん。餌がたくさん必要だからそういうこと。隕石のせい。隕石が落ちたみんな絶滅したの。どんだけでかい隕石なん。地球は丸いのにどういう隕石いやそうだよね、誰も真実知らない。そうだよね、氷河期は本当ですよね。でもそれも分かんないのかな。あ、隕石が落ちて寒くなって気温が下がって寒くてで絶滅したんや。6600万年前ってもうなんか想像できない。昔は寒かったんだね。で今暖かくなってるんだ。だからなんかあれよね、温暖化とかなってるんですよね。恐竜でも恐竜は本当にいたんだよね。でも骨だけがあるからあの想像のあの感じは想像でしかないっていうね。色とかなんかこんな感じとか。謎すぎる。でもやっぱりトカゲとかそう見たらこれの大きいバージョンっていう思う。確かに。じゃあゾウはギリギリオッケーやったんや。マンモスと今いないよね。いなくなった。あ、ね、
恐竜の生き残りが鳥っていう説もあるってことですよね。なんかゾウはギリギリオッケーやったんよね。なんかマンモスはよくなんかその昔の古代のなんかあの教科書に出てくるよね。鳥？ペンギン昔飛んでたん？お、次来る次来る次来るぞ、次来るかも。あの M ステです。 AKB さんが出られる。今 CM になったけど、あー走れペンギンに、そういう歌詞なんかあったよね。うん、ありがとう。キッチーネさん、あ、メロンパンさん、クマありがとう。ありがとう。マーティンさんありがとう。うん、STM もいつか出たいですね。出たいな。頑張ります。キュンキュン。ペンギンかわいいよね。寝たいです。恐竜なんか結構何でも結構興味ある。何でも結構興味ある。でもそう、草食べる恐竜好きだった昔なんかね、多分そう、お兄ちゃんいるからそういう本とかもあって、恐竜図鑑みたいな。私もそれ読んでたな。なんでかな、なんか穏やかな性格してるから穏やかなの好き。多分モンスターハンターとかしよってなんか可愛いんですよね。なんか攻撃してこないし、なんか普通に親子で草を食べてる。確かにサイって恐竜っぽいね。そうなんよ。怒ると怖そうだね。キリン。サイに攻撃しようと思わん。もし自分がチーターとかでも、だって強そうだもん。自分がチーターで、そう、なんかサイ見て
こ焼きできるかな。あ、カバってめっちゃ皮膚が厚いんだよね。なんかチーターとかトラって何を狙いやすいんだっけな。何かを狙いやすいって言ってた。おお。あ、シマウマか。え、シマウマ隠れてない？隠れられてないね。やっぱり隠れられてないのかな、シマウマって。首が細いのを狙いやすい。あ、そうなんだ。シマウマの戻った話題は目立ちそうだよね、あの柄。サバンナに白黒ゾーンない。確かに白黒のゾーンでもしあるとしたらどこだろう。シマウマが隠れれそうな場所。でも実際見たら分からんのかな。気づいたら、あ、気づいたらおるわみたいななるかな。そう、なんか私がさっきテレビで見たのは、あ、夜やったら、確かに夜やったら分かりにくいわ。そういうこと？チーターから見たら白黒が分からんの？あ、来た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 。こりゃクリスマス。おっと、いっぱいいっぱいポニーテール。君が走る砂の上に似てる。え、ちょ、え、どういう、待って、私音が聞こえてないけどよく分からんけどさ、何が起きとるん。なんか何が起きとるか音がないけん分からんけど。Mステ1位？女性アーティスト。すごーい。1位だって。てかテレビでこんな映って可愛いってね、すごいよね。どういうこと？これなんかこういうのすごいなと思う。アイドルだと思う。私テレビね、テレビの自分ね、自分は可愛いと、うん、まあ自分やけんね。立原さん程度。始まる。これ音聞きたいな。ナナさん、ナナさんいる、映った、映った。
かわいい、かわいい、ヘアピンかわいい、おでこ出してもかわいいってどういうこと、かわいい、なんでそんなに表情かわいい、アハタかわいいね静かに静かに、え、かわいい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 、画面が全部かわいい、こんなことが起きてる、画面が全部かわいいということが起きてる、かわいい、岡部凛さん、岡部凛さんもさ私好きで可愛いんですけど、可愛いんですけど、シーサーはローテーション、このジャンプいいよね、え、ハート？お、急に変わる感じね、これで。もう、え？って思うよね。何が起きたの？って思う。え？あんなね、綺麗にね、回転できん。え？本当に。ちょっとどうした？ここいいね。これ新曲インスタしてるよ。お、これこれこれ。でで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 でもう音聞こえじゃなくても分かる、私はもう。え、最高最高、ちょっと感動、かわいい、かわいい、かわいい、でてて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 、よきよきよきよ、すごい、あ、これももしかして、うわー、これを間違えたらまた、あ、なんていうの、これ何ダンスっていうのかな、何ダンスっていうの、フォーメーション、なんて、何ダンス、なんかみんなで同じ動きをするやつ、引きで見てシンクロ、シンクロっていうのか、常にシンクロかもしれんけどね、かも、首の角度とかも揃えてるんだろうな、お、かっこいい、これを見てかっこいいと思わない人がおるの。かっこいい。最後の表情もすごい。ふーってなりますよね。本当に。いててててまさにガン見しちゃう、まさにガン見しちゃうますね完全に、ありがとう、私どんな顔してた、ちょっと全然全然覚えてない、you
謎の場面をお届けしました。そう、なんかね、このスマホを立ててるやつの奥にテレビがあるから難しい、見るのが。そう、隙間から見とる。隙間から見てる。結構な隙間、これ。ね、ルッチ君にずらしたい。ではでは、ありがとうございました。よかった、見れて。メロンパンさんか、ありがとう。くまくまメガバイトさん、ありがとう。ねえ、ダンスうまくなりたい、上手くなりたいな。定期的にさ、本当になんでダンス上手くなれんのやろうっていう時期がって思ってしまう時期がある。練習するしかないって思うけど、なんかスランプっていうのに陥る時ある。でもそう思ったら自信なくなってくるからダメなんですよね。時々落ち込む、結構落ち込んじゃうけど、そう思ったらダメだなって思う。乗り越え、その、そう、その度に乗り越えてる。それがね、出ちゃったらね、見てくれとる方にダメだから。けん、これからも成長して行きますね。本当に一番最初らへんから考えたら、そう、やっぱりみんな上手だからメンバーで比べてしまって、そう、ダメだなって思うけど、前の自分と比べたら、うん、頑張ろう。うん、そう、結構ね、そう、ファンの方とかもそうですね、昔と全然違うよみたいな。なんて言うんだろう、なんか昔から見てたけどみたいな、2期生のことみたいな、今のステージ見てみたいな、なんかいいなって思ったとかって言ってもらえることとかもあって、でも昔から見とったんよみたいな。2期生よねみたいな、とかお披露目公演見てましたとか、お披露目公演見よったけどサーヤンどこにいたみたいな。とかなんか。そうそう、そんぐらいね。そう、やっぱ存在感とかもないかったし、そう、最初、そう、この人が高尾さやかかとか思っててもなんかうーんって感じみたいな、でも今はみたいな、そう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 、
でもね全然ショックじゃないの、 そういうお言葉全然私は嬉しいです。良くなってるってことだから。私はそれでなんかそう後からねなんか言ってそう言ってしまってごめんって言われても私は全然うん全然全然いいって思う。今をけなされたらさすがに悲しいけどうん全然いいです。うんうんうん、そうそうそう、だからうん全然いいですよ。自分はね、自分はいいです。あの本人はね、あ、そうなんだ。そうそう途中でね、うんなんか存在してても途中からいいなって思うようになることってなんかすごいですね。今も全然下手ですよ全然、うん、ダンスの先生からもあのなんか釘を刺すっていうのかな、なんていうのように言われる。お腹鳴る時々なんかそう前よりかは良くなっとるけどなってるけど全然うん上手くないよってだからそれをそう毎回言われるから自分自身もそう思ってますって何回も言われた後に言った。なんかそう何回も言われてその度にはいうんうんって言ってたんですけど、もう結構何回も言うからなんか何回もそう言ってくれるけど自分でも分かってますそう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 、なんそう本当に何回も言うのなんかそうなんか何か言われる度にねそれを言うからだからそう分かってますよちゃんと分かってますよって言ったらあ、分かっとるんじゃみたいな感じで、そうそう多分私が分かってないと思ったんかな。全然怒ってないですよ。返事はいつもはいしかあまり言わない。私あんまりそうはい以外をあんまり言わないようにしてるから、なんかその先生の勘違いだったとしてもそうなんかうんなんだろう、言い訳じゃない時はなんか言わなきゃいけない時も真実を言わなきゃいけない時もあるけど、そうそうなんかそうですね、受け取り方、私がそれを受け取って周りがどうにかなる時じゃない時は自分が分かればいいだけの時ははいっていう、うん、そうそう本当になんか周りも影響されて違うっていう時は違うって言うけど、
そう、自分でそう飲み込めばいい時はそう、なんかね流れもあるしね、そのレッスンとか。そういうもんですよね。まあ、自分が分かればいいなってなる。そういう感じに、なんか特に去年からいつからかそうしようって決めましたね。なんかそう否定しようと思ったら何でも言えるんよね、本当に。なんかそう最近人間って否定しようって思ったら何でも理由つけて否定できる。そうそうそう、でもそれは否定しようと思ってるから、そこが自分の子供のところだ、子供のところだなって思うのよ。その自分の子供のところが嫌だ。大人になろうと思う。大人だしね。そう、うん。深い話だね、これ。でも嫌なことは嫌だっていう時も、甘える時もいつかはあるかもね。いつかいつかはっていうか思い出せないけど、ちゃんとなんかこのクッキー、チョコかキャラメルかどっちがいいってなったら、チョコかノーマルかどっちがいいって思って、チョコが好きだからチョコがいいなって思ったらチョコがいいっていう。そこはちょっと、そういうところはちょっと子供かも。そこがそう、そういうところはね。でも誰かがチョコがいいって言ったら私はノーマルにするよ。どっちでもいいって言ったらチョコって。そうだからね、本当に。お話し会？自分から話し出す。え？お話し会は何だろう？どっちからって言われたら分かんないけど、どっちからって言われたらどっちから話しかけてるか分かんないけど、どっちもあるかな。どっちもあります。でもなんかそう、やっぱり緊張しちゃってる方とかは私から話しかけたりしてますよ。無言とかはない。無言はない。
そんな感じです。なんかそう、自分も緊張したらあんまり話せない人だったから、なんかそれを思うと話すことは考えてるんだけど、いざなんかお話し会とかなったら結構緊張しちゃう人で、私うまく話せなかったりしたから、それを思うと、うん、なんか村重さんのね、握手会よくね通ってたんですけど、村重さんはいつも話しかけてくれるタイプで、だからすごい助けられてたから、うん、自分もそうしてる。うん、特にそう、最初の方は特にね。村重さん優しいですよ、めっちゃ優しい、本当にめっちゃ優しい。初お話し会なんですか？待ってます。今受付合ってるのか？そういえばいつまでかな。5月16までみたいですな。で、あさってがあれだ、大阪、関西か、関西のリアル話し会だ。待ってますよい。そう、大阪とは限らない、関西だから。なんかびっくりした、私早い、月日の流れは早い。もうすぐ来た。大阪でお話し会結構近い。開催できてよかった。私今どんぐらい配信してるっけ。1時間ぐらい。あ、1時間半してる。だって時間の本当に流れが分かんない。あれだ、もう世界の話したからだ。世界の話してからもう分からんくなってきた。
私今日カラオケしようと思ってたんよ。でカラオケしようと思ってて、ででも今日そうガンミダンスがあったから AKB さん見てからしようと思ったけど、もう気づいたらもうこんなに経ってたね。また今度しよ。よいしょ。いてててて。やっぱ正座してたら痛い。私時々正座ですね。なんか急に正座に、なんかいつのタイミングか分からんけど急に正座になるんよ私って。痛いなって思う。うん、配信中急に正座になったりする。でもいつのタイミングでなっとるかは分からん。足しびれるんよ。痺れる。落ち着くのかな。確かに。あとはなんかこの座椅子がやっぱり必要。座椅子がね、なんか微妙なの今。座椅子に座ったり横にしてる。でも私の座椅子青い、青いから新しいの結局まだ買ってないんですよ。これはお父さんが買ってくれた座椅子。だからね、そう、白い座椅子とかを買おうかなって思って。そう、肘掛けどうするかな。そう、肘掛け、これは肘掛けあるんだけど確かにあんまり使ってないかな。そう、見えないようにしてるの。座椅子を横にして横に座ってるから、なんかこの肘掛けのところが足のとこになってて、だから足の行き場が困って星座になっとるんやと思う。白かとかピンクで統一しようかなって、この部屋を改造しようかなって思い出してるんやね。おしゃれルームにしようかな。なんかずっとね、そう、部屋のことを調べとって、インスタとかでおすすめがもうほぼなんかルームツアーとかなんか部屋系のやつばっか。なんか買ってよかったものとか、なんか何々で買ってよかったものとかリールとか見たりして。でもよ、見たらね、なんかもうこの部屋にす、こういう部屋にするのはもう無理だなって思ったりする。ソファーはもうね置く場所がないんですよね。
なんか壁がねちょっとなんかデコボコしとるけんなんかうまくいかん。デコボコしてなかったらねソファーね設置できるんですけど、うん、何のデコボコなんだろうって思うけど、あとそうクローゼットがめっちゃちっちゃいの、ありえないぐらいちっちゃいから、その分なんかタンスが多くて、そう柱新しく届いたやつは白、タンス好き、タンス？チェスト？タンス、私タンス洗面台に置いてたけどもうこっちに移動してきたこっちの部屋の方に。こんな感じで時々なんか変えとる。洗面台にタンス、そうかなりタンス置いてたけどかなり狭くなって、だけもうあまり身動きができなくなって。こっちに来た。そろそろ終わろうかな。メンバー来たことある？この部屋、私の家。サラちゃんとか、サラピとか、リコチとか、アヤパンとか、パセリ、結構来てる。サラピの部屋も行ったことある？生活感ない、本当にない。ゴミ箱がないもん。ゴミ箱がなんか中に入ってた、あの今流行りの見えないやつ、見せない、ゴミ箱を見せない、あのなんか部屋っていうか、何隠してるの、ゴミ箱を。今本当に流行り、そうゴミ箱を見せないんですよ、どっかに隠したりとかして。私がインスタで見たやつはゴミ箱がチェストみたいな出た。チェストなんだけど、実際それをパカッと開けたらゴミ箱になってて、すごいって思った。
これ実はグネボコなんですって、へーみたいな今流行り、今流行、うん、流行ってるってか、うん、そうそう、配線、配線、そうそう、見せないって言いますよね。配線を見せないためになんか蓋みたいなの壁に沿って、なんか見せないことによって生活感が見えないから、それが綺麗に見えるのかな。私全然隠してない丸見え。変わった、山本。今日の1位はカッパ AD さん、ありがとう。2位はのびさん、ありがとう。3位はまいせんさん、ありがとう。4位はひら兄さん、5位はメロンパンさん、6位はせいやんさん、7位はいわちゃん、8位は炭酸せんべいさん、9位はなおなおさん、10位は高尾ゴンヤン、11位は釣りけんさん、12位はあすこさん、13位はしのさん、 F 渋谷さん、まさとしさん、こっぺさん、高尾炭治郎さん、しんさん、やまさん、けんたろうさん、とさてさま、りんさん、ロックオンさん、キャスパー大くん、ありがとうございます。じゃん、えいちゃん48さん、ちくわドーナツさん、ワンタローマルさん、ごまだれさん、大西くん、エビスさん、ケリーさん、ナンバのいさとさん、ソウルメイトさん、ありがとうございます。うん、ありがとう。ナンバのいさとさん、ペンギンいっぱいありがとう。走れペンギン。ではありがとうございました。バイバーイ。